林選手お疲れ様でした。ハードな試合になりましたけれども、試合が終わった今の心境をお聞かせください。まあそうですね、まあ、自分たちとしてやっぱり勝ち点3をやっぱ目指してやってきたんで、まあ、それは達成できなかったらちょっと悔しいですけど、まあ、でもこのやっぱり勝ちを目指したからこそ勝ち点1っていうのを拾えたと思うし、まあ、次につながる非常にまあフィジカル的にもタフなゲームだったんで、まあ、すぐリカバーしてまた次のゲームに向かいたいと思います。フィジカル的にタフというお話がありました。やはり J リーグとはそこら辺のところはかなり違ってきたんですか？そうですね、まあ、やっぱりここまでロングボール徹底して蹴ってくるチームもないですし、非常にやっぱり高さに対してはやっぱりなかなか J リーグで対戦できないような相手だったんで、まあ、その辺は非常にいい経験になりましたし、まあ、その中でもやっぱり僕たちでね、繋いでボール動かそうっていう目指すサッカーもある程度はできたんで、そこは自信持って帰りたいです。直近の J リーグから選手が入れ替わった中でも連携はうまく取れてたと思いますが、いかがですか？そうですね、まあ、特に前半は相手陣内でサッカー進めることもできましたし、まあ、後半はちょっと相手のパワーに、ね、やられたところもありますけど、でもみんなでね、まあ、耐え抜いて守れたんで、やっぱりそこはチーム全員でやってきた成果だと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございました。